朝廷は国民党軍に敗れた皇軍が中華ソビエト共和国の中心地であった厚生省随金を放棄し1934年から1936年にかけて国民党軍と交戦しながら 12,500km を徒歩で続けたい道を言う聖戦大西戦とも言う中国国民党からは大流山と呼ばれた 調整当時の毛沢東共産党指導部は、厚生省随勤から、先制省延案に至るまで転戦、国民党勢力との戦闘などにより10万人の兵力を数千人にまで減らしたが、小解析率いる国民党政府が、抗日のため共産党との妥協に転じたため状況は収束した。途上で開催された準備会議などにより、毛沢東の指導権が確立された。 現共産党政権は、調整を現代中国形成に至る、歴史的転換点と捉えている。国民政府は1930年代、中華ソビエト共和国と称する支配地域を各地に、築いていた、共産党に対し構成を強め、囲い層と称する包囲殲滅戦を各地で展開した。囲い、総戦は、一般的には、 1> 第一次から第五次まで区分されることが多い。ただし、各時ごとの時期区分については、研究により相違がある。当時共産党の最大勢力圏は、厚生省随勤を中心にした山岳地帯根拠地であった。民族資本や外国資本の集まる大都市や繁殖民地化された沿岸部からは遠く離れた地域であったため、 中華ソビエト地区を発展させるには、農業の発展が不可避であり、反応反兵という状態であった。当時の共産党正規軍は、中国高農高軍くれない一方面軍と呼ばれており、随金政府管理下の正規軍は、約10万、民兵を含めても15万に満たない兵力であったという。小介石1930年12月から始まった。 1> 第1次第4次ガコイでは、国民革命軍が兵力を小出しにしたこと、また航軍側が山岳地帯でのゲリラ戦を展開したことで、これを打ち破った。国民革命軍の第1次ガコイは、ロキオム標識下の4個死、約10万の兵力で臨んだが2個死、全滅、1市長を捕虜とされる、惨敗。第2次ガコイソウは1931年4月に、 国民革命軍政治部長何王銀を、総司令として行われたが一市長戦士、一市長捕虜となる敗北であった。第三次が恋相は1931年6月、中旬30万の大軍が動員され、南章に司令部を置き、そこで、紹介席自ら特選した者の左翼の陳明、クルルキカの第五祖事軍の崩壊。 さらに、マゴレンなかの第26軍総参謀長、長広司政、以下2万が皇軍に投降するという敗北に終わり、第4次学校移送は1932年7月、15個子100万の大軍が動員されて開始されたが、中共軍は、あずまじの第1、第5両軍団と、西寺の第3軍団とを合わせ、はじめに、 厚生省南部に進出して、チンワタル東北の関東軍を撃破してから、直ちに北上し、国民革命軍3個死を壊滅させた。随近の中央ソビエト区では、皇軍の防衛が成功していた一方、地方のソビエト区も、国民革命軍の攻撃にさらされていた。1932年9月には、湖北省、河南省、安吉省に、 まだがる学予感ソビエトクが陥落し、彫刻刀の指導する、クレナイ四方面軍は、四川省への交代を余儀なくされた。紹介石は、第一次第四次の失敗は、兵力の分散と、不慣れなゲリラ戦に対応できなかったこと、さらには、後軍の装備が貧弱であることから軍隊としての、能力そのものも低いであろうと見くびっていたことにあると、判断した。 1933年春の第五次が恋そうでは、統治下軍と経済封鎖を利用した、軍事三分、政治七分の戦術を展開し、同年夏からその効果を示し、1934年、初頭から投入された、中央軍、関東軍、湖南軍135万に、後軍は耐えられず、同年11月から、皇政中央ソビエト区を放棄して、調整を開始した。 国民革命軍の包囲網に対し、当時共産党の実質的最高指導者であった、畑国のりはコミンテルーンより派遣された、軍事顧問、オットブラウンの提言をうのみにし、残酷戦を展開した。周恩来、鄧小平、毛沢東らは、圧倒的優位な包囲軍に対して、残酷戦を展開するのはあまりに無謀であると、反対したものの、党中央の決定は覆らず、 ここに中国史上初めての中国人同士による近代的残酷戦が展開されることとなった。畑国のりの考えは、この戦いは国民党と共産党の最終決戦であり、また随近中華ソビエト地区の経済基盤は脆弱、そのもので、戦闘を繰り返せば疲弊し、戦わずして根拠地を喪失する、よって短期に決戦を挑む。ここで、 勝利できなければ革命そのものが敗北するというものであった。また、ブラウンは第一次世界大戦、ロシア革命を戦ったソ連の陸戦を模範にした軍事顧問でありゲリラ戦を展開する行軍に苛立ちを覚えていたという。しかし、兵力、装備とも圧倒的に不利な行軍は順次防衛戦を交代させ、ついに防衛戦は 首都随勤の北辺まで後退した。1934年4月の高正疾患に、際しては1万以上の兵力を失う大敗を喫し、随勤の陥落は避けられない情勢となった。1934年7月、まず片市民の率いる部隊が、福建省方面へと脱出を図ったが、この隊は、石孔省、安記省を転戦した末に壊滅した。また、 8月には、与カ山から昇格、王信、任羊らの隊が脱出し、奇襲省へと逃れた。1934年10月、ついに共産党中央は残存の紅れい位方面軍8万の兵力の撤退、南下して包囲網の突破と、合わせて中央指導部の移転を決定した。後に残されたのは、公営、陳奇などわずかな部隊で、ゲリラ戦を展開。 根拠地維持を託された。南下を開始した紅一方面軍は明確な目的地を示すことができなかった。ただただ逃げ惑う軍団は、それでも10月21日には国民党軍の第一次防衛戦を突破、11月15日には第二、第三の防衛戦を突破した。しかし、12月に将校を溶かした紅一方面軍は3万余りの、 兵力に激減していた。ここに至り、共産党中央は湖南省西部に転身し、紅れ方面軍との合流を起とした。しかし、この目論みは、小介石も見通しており、兵力を湖南省に集中させた。小介石は、経済基盤の強い大都市の疾患を恐れ、重点的に都市を防衛したのである。 国民党軍の動きにより再び進路を失った、公軍部隊は奇襲症方面へ転進した。1935年1月、調整途上唯一と言っても良い都市、順義に入場する。ここまでの公軍で疲弊しきった公軍及び、党中央は、順義で10日余りの休養を得る。この休養期間中、1935年1月15日から1月17日、 その後の抗軍方針と戦略を決定する順議会議が開催され、この中で従来の共産党指導者であった、旗国のり、夫、周恩来が批判の対象となった。周恩来は自らの過ちを認めて、首都倉と共に毛沢東を支持し、毛沢東が政治局員のリーダーに選出された。しかし、海外留学経験のない毛沢東は、 まだ単独で共産党を指導できる立場になく、周恩来、王賀省との三党政治となった。また、随近第五次が恋層に際して、戦略的にも、戦術的にも、致命的ミスを起こした夫は更迭された。この順議会議が、中国共産党における一大転換点となっている。調整の工程図。太い赤の破線は紅一地方面軍。 細い赤の点線は紅二方面軍、紅四方面軍などを表す順義に中華ソビエト地区を設定した、皇軍、中国共産党は、まず紀州から四川省に向かう。紅一方面軍は、長国党の指導する紅四方面軍との合流を機として、紀州省から四川省北東部に入ろうとした。暮四方面軍も同様に調整中であったが、 彼らの敵は国民党軍ではなく四川軍閥であった。1935年1月末、紅一方面軍は赤水河を渡ったものの、四川軍閥に尻けられ退却し、1935年3月には、再度赤水河を渡ったが、またも撃退され退却し、結局赤水河を4度渡過する羽目になった。では、4渡り積水は、 無目的に転戦していた行軍が明確な進行方向と戦略目標へと移る転換点になったとしている。ここでさらに精神し、雲南省に入ったくれない一方面軍だったが、引き続き行く手には国民党の受け入れも共産党の受け入れも拒否する少数民族と横断山脈の急峻な山々が待ち受け、国民党軍も必死に追いすがっていた。 紅一方面軍は、四川盆地を迂回してその西方の山岳地帯に回り、1935年5月末には、長江上流の大都下の露帝橋を渡った。露帝橋を22名の決死隊が奪取した戦闘は、飛立露帝橋と呼ばれ、党により、朝鮮の中の勝利の一つとして献殿されるに至った。成功省に入り大雪山を踏破した紅一方面軍は、 1935年6月、暴行圏で、念願の皇軍別同隊との合流を果たすが、これは、当初目指していた紅れ二方面軍ではなく紅四方面軍とのらばであった。この過程で、国民党軍は、皇軍の補足が不可能となり、追尾を放棄した。紅一方面軍は、カム地方各地で自治を行っていた、チベット人貴族の資産を、 強制没収し農民を解放するなどして、自治国家を築かせようとしたが、国民党政府からの要請も受けた、チベットのガンデンポタン政府が、公軍に攻撃を行い、クレナイ一方面軍はこれを逃れて、北の甘粛省方面にたどり着いた。カムでの農民の見分とガンデンポタン軍による攻撃は、その後の共産党のチベット間に暗い影響を与える。また途中で、 紅れ方面軍の一部は、東中央の北上路線を拒否し、南下に転じたが、その過程で、大きな損害を被った。甘粛省では、海賊の軍閥、馬屋軍による攻撃を受けたが、馬屋軍内の真相派に助けられ、先制省方面へ逃れた。各して、江生省、湖南省、紀州省、雲南省、四川省、甘粛省,省、先制省と転戦。 大自然、軍閥国民党軍を相手に戦った紅一方面軍は1935年10月に突然と、先制そびえ特に姿を現し、1935年10月19日に呉木県にたどり着き、ここで紅一方面軍の調整の完了を宣言した。一部の部隊は、 関縮省から精神し、新疆まで達して、ソビエト連邦との連絡に成功している。紀州省にいた紅二方面軍も1935年11月19日、紅一方面軍の後を追うように調整を開始して、雲南省に入り、金祭と玉流雪山を越え、そこから北上して、横断三脈を越えた。 1936年7月初め、紅れない二方面軍は、途中の監視券で当地に止まっていた紅れない四方面軍と合流した。1936年10月22日、青年検証大法で紅れない二方面軍と紅れない四方面軍は紅れない一方面軍に合流し、これにより調整は完了した。この過程で8万を超えていた兵力が死亡。 脱落などにより数千人にまで減少するなど大きな打撃を受けたが、これ以後、毛沢東の指導権が確立され、国民政府に対する構成に転じる転換点として、共産党は、調整一万里として栄光ある事業と位置づけている。ありがとうございます。